取水口付近に残る井出の遺構安徳地域を流れる、田の溝田の溝は、福岡県中川市にある灌漑用に作られた、用水路である。日本最古の農業用水路としても知られており、疎水百選にも選ばれている。中川市の中央部よりや北川、中心市街地より、南側の山田にある市の井出から取水する。市の井出より北では、中川は、 国道385号から離れるが、作田の溝はそのまま300メートルほど堂々とともに、北上し、堂々のもとを東へくぐった後山田、安徳地域を北東へ流れる。この区間では、水田と住宅が広がり、水路沿いの公園が2カ所設けられている。また両地域の境界付近には、作田神社がある。安徳を抜け、中丸1丁目の辺りから、住宅地に入る。 五郎丸四丁目で県道5 8十号線をくぐり、100メートルほど進み、北西へ転ずる。住宅地の中を流れ、安徳小学校の前を通ったところで北転し、そこからは中川市の中心市街地の中を通る。松木三丁目で西に向きを変え、続いて五郎丸一丁目で北に、今光四丁目で再び西に転じ。 今光四丁目の青葉保育園のあたりで中川に合流し終点となる。名前の由来については、日本書紀の記述によるとこの溝を掘っていると地下し、驚き丘のあたりで大きな岩に突き当たり工事が一時中断した。そこで、神宮皇后が竹内宿根に命じて、天神地義を祭り祈りを捧げたところ雷が落ちて、岩が裂けたため再び工事を行うことができた、とのことから、 作田の溝と呼ばれるようになったという。現在その場所には、作田神社という神社が祀られており、落雷によって避けたという岩も現存する。市の井で付近に記念碑がある。ありがとうございます。